はいはい、どうもこちら、もみあげでございます。で、今回はですね、毎日たった5分で潜在意識を劇的に変える究極のエクササイズということでですね、今回は多分 YouTube 史上初となるね、実際にエクササイズプラスヒーリング付きのですねビデオをお届けさせていただければなというふうに思います。で、今回この後にですね、僕自身のビデオでね、おなじみの、まあ、ゼロンヒーラーのですね中曽根篤さんのですねヒーリングがこうこの画面にね表示されると思うんですけれども、実際にこの画面を見ているだけでね、あなた自身が実際に体がこうリラックスしてきてね、脳波がですね、まあ、シータ波からアルファ波寄りになっていきながら、そしてそこにね僕自身がこれから、まあ、今回このビデオを見てくださってあなたにねエクササイズをいくつかシェアさせていただきますので、そのエクササイズ、まあ、具体的に言うとクエスチョンをですね自分自身に聞いて、自分自身がですね何をすべきなのかなってことを自分にリマインドする、自分に聞いてみる、アスククエスチョンをしていく、まあ、そんな中でですね今回このビデオを見てくださってあなたの潜在意識がどんどん発揮していく、まあ、そんな今回はねビデオをお届けさせていただければなというふうに思いますので、まあ、今回おすすめなのはですね、とりあえずいいねを1回押した後にこのビデオをですね毎日ね見ていただけると、このビデオ自体を見ている時間がねあなたの脳を勝手に動かしてくれてね潜在意識を使う、そういった時間になりますので、ぜひねうまく活用していただければなというふうにね思っております。それではね、篤さんをちょっとこちらの方にポンと今表示させていただけるんですけれども、まずですね深呼吸をぜひねしていただければなというふうに思います。肩の力をですね、こうやって抜いていただいて、首をですね、力をこう抜いていただいてですね、まあ、首とかもすごくね日頃僕たちで使ってますから、こういった後にですね、ゆったりとね自分自身に、質問をしてみてください。今からね潜在意識さんに強烈なメッセージを促していきますと。はい、ぜひですね質問していただいた後にですね、ご自身から出てきたものが、ね、もし何かね良さそうなものがあったら、その後ですねスマートフォンにメモしていただいたりなどしていただければなというふうに思っております。それではですね2つの質問を新たにしていきますので、ゆっくりね、時間を使って、ご自身自身で、このビデオを見ながらですね、なんかこういうふうにね浮き上がってくるご自身を楽しんでいただければなというふうに思います。それでは1つ目の質問です。あなた自身は1年後、3年後、5年後、どんな自分になりたいのか。あなた自身が1年後、3年後、5年後、どんなご自身自身の人生を歩みたいのか。これをご自身自身に今質問していただいて、ご自身自身の中から出てくるイメージを感じ取ってみてください。1分少々時間を取ります。はい、次の質問に移ります。あなた自身がそうなるためには果たして今日何をすべきなのか。そのためには何を今日あなた自身が今日一日の中でアクションすべきなのか、これをぜひご自身に聞いてみてください。それでは1分少々時間を取ります。
はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。毎日ですね、僕自身この質問を10年以上自分自身問いかけるようにしています。どうなりたいのか、そしてそのためには何をすべきなのか、非常にシンプルな質問ではあるんですけれども、僕たちがですね日々生きていると、いろんなね、あまり言い方は良くないかもしれないんですけど、邪魔者だったりとかですね、自分の気分だったり自分の意識を反らせてしまうものっていうのはですね、今の時代ものすごく僕たちの人生に登場しやすくなっているわけですよね。でそんな時代においてですね、毎朝必ず自分がどこに行きたいのかな、目的地ですよね。でそのために何をすべきなのかなっていうことを毎日リマインドして行っていくとですね、自分自身が日々いろんなものがね自分の目の前にやってきても、自分の中で今日決めたことをまず優先してやっていく、これによってですね、どんどん未来っていうのが作られてきます。ですので人生っていうのは本当にね、ご自身自身がこうなりたいなっていうふうに思って、そしてそれに向けて今すべきことっていうのを毎日考えていく、これが一番近道で自分の目的地に着く最大の手段なんですよね。なのでぜひですね、このビデオも毎日うまく活用していただいて、ご自身の中からですね駆け上がってきて毎日未来を作っている、そんな感覚をですね少しでも体感していただければなというふうに思っております。そんなわけですね、またこのビデオうまくね活用していただければなというふうに思いますし、もしね何かコメントとかねあったら、今日こういう気分でしたとかってやると、僕からもねいいねだったりコメントの返信させていただきますので、あなたのねモチベーションになるように、この YouTube ビデオも無料ではありますけれども、うまく活用していただければなというふうに思っております。いつもねビデオ見てくださって本当にありがとうございます。今日一日あなた自身の元に絶対ハッピーが訪れますので、それらを全力で受け取っていただければなというふうに思います。それではまた明日。